おはよう。グッドモーニング。うわあ、もう起きるのが今までで一番辛かったかも。本当にもう眠すぎてわあってなりました。え、当たりすごいんだけど。わあ、ちょ、ありがとやな。グッドモーニング。でも、すがすがしい朝だなってなってきたわ。おはよう。サンソンさん、ハート、フラペチーノさん、ハート、サンソンさん、チョーミ、ヒーさん、チョーミ、ヒロピーさん、500回訪問、ありがとう。マジックさん、カツリンさん、DJ さん、おやっきーさん、なめなめ社長、食パンダさん、カツリンさん、コバさん、ピースさん、マクールさん、マサさん、コバさん、ミユラーさん、なめなめ社長、食パンダさん、コバさん、山丸さん、タンちゃん、ユージさん、コバさん、スノー勇者さん、ズーデスさん900回訪問ありがとう、ムーさんも500回訪問ありがとう、スノーコバさん、コバさん当たりおめでとう、めっちゃいいやん。ショパナパナパナから当たって、イノーさんさんありがとう、キャーさん、ポンコツさん、さかなさん600回見に来てくれてありがとう、かくれんぼ中さんありがとう、ポンコツさん、みきちゃん、夏みかんちゃん、エリージカさん、ツーです、もうみんなグッドモーニング、ひまわり29さん、ツーです、カラさん、カツミンさん、マジックさん、たかゆきさん、かわいいありがとう、ツーですさん、コバさん、爽やかな朝よかった。アブトンさん、スノー、エリーチカちゃん、ヒビキちゃん、塚本さん、おへそさんありがとういつも後ろでなんかしてるのバレた。まあやっぱ筋肉痛になりますね、特に首。おへそさん、塚本さん、マジックさん、アイコンさん、コンコン、トリガーさん、キアさん、小型ペンギンさん、コンコン、キアさん、コンコン。うわ、アニメいいね。朝活ネラ、かごころさん、よしさん、エリーチカちゃん、コンコン、よしさん、ふたかわまたよしかさん、はやとさん、サボトラネコチ、スノーテイカーさん、ありがとう、おはようみんな。マイコルさん、おはよう。どう、私は眠い。馬一筋さん、マイコル、マイコルさん、
みやんさん、ひできんさん、ありがとう。アイス、私は眠いね。あ、今日アイスイベント最終日。あら、最後の花火に今年も。うまいひとすじさん、マイコルさん、ソニチヒデキンさん、ありがとう。まあちょっと今日も予約もありますし、準備していこう。私さ、マイルールがあってさ。え、待って、梅雨明けしたの？すごい。公演の次の日は心ゆくまで 寝たいっていうね、願望ことマイルールがありました。まあ今日はそれを、まあ、達成できてはいないけど、ちょっと悔しい。その達成できてない、マイルール守れてない。公演の次の日は心置きなく寝て、すっきりしたい。なんか体力回復される感じする、めっちゃ寝たら。公演の次の日って。グッドモーニング。オタ活の翌日もそれなる。やっぱもうみんなに言えるんだ、共通だわこれ。ノーアラームが本当、世界、私を救う、世界を救う。ケンちゃん、アムトンさん、ムービングさん、モモテンさん、アーさん、ケンちゃん、ノブローさん、アーさん、山丸さん、マイコルさん、モモテンさん、アムトンさん、ロムさん、マイコルさん、ロムさん、リガゴちゃん、アムトンさん、ヨシアルさん、カーク、ユキ、ミキヤク、おひさまじさん、ロムさん、アゼピーさん、たくさんアイスありがとうだ。みんないつ休んじゃん、すごいね。そんな、
だよ。絶対フルだよ。アムトンさん、アーサーありがとう。終電で東京帰った。え、そんなんマジでやべ、えぐすぎるって。えらい。そうなんだよね、ちょっとそういう次の日は休む。ハーク、ケンちゃん、トラッキーさん、アムトンさん、コバさん、ありがとう。シャワー浴びたらすっきりする。確かにすっきりしそう。アッキーチ、モッツさん、アムトンさん、ありがとう。まぶた閉じて浮かべているよ。にゃんこにゃんこ。ぼやっきーさん、まいころさん、あー、ひできんさん、まいころさん、おばあさん、マイコルさん、ハーマンさん、夕方、マイコルさん、ビロコ、トトラ、ケイタさん、アムトンさん、ダッキーさん。なんかスースーするシャンプーで頭洗いたい。5時のチャイムが今日ドハマリソングじゃん。ドグルイソング、ドグルってる。
面白い。メールの返信今読んでた。あら584日、ありがとう。いやこの前さ想像したんよ、急にその584日が途切れる想像をしてしまったんよ。え結構悲しかったよね。モッツさん、タッキー、ジャムトンさん、ケイタさん、トトラー、もうめっちゃありがとね。アイス、マイコルさん、ボヤッキーさん、ヘデキンさん、ケンちゃん、小型ペンギンさん、アムトンさん、カズさん、ありがとうありがとう。アムトンさん、チョコミン、ありがとう。ハヤトさん、ありがとう。うなぎ食べたい。アムトンさん、コバさん、カズさん、パチパチ、ありがとう。584日、天才、嬉しい。ノリジーさん、700回ご覧いただきありがとうございます。トラッキーさん、ありがとう。あ、いいね、フジファブリックさん、おでこ全開。コバさん、スノー、アロマショコラさん、ヒデキンさん、ケンちゃん、ありがとう。そう、寝すぎて記録途絶えるとか、そう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 、マジそういう想像しちゃったんですよ。アムトンさん、アイスありがとう。さすがに辛いかもってなった。ゆうたさん、ひできんさん、ありがとう。ねぎしや牛タンさん、みーさん、300回見てくれてありがとう。おいしそう。そう、寝すぎで。キンさん、たくさんありがとう。なんでみんなそんなチョコミンたくさん持ってる、すごいね。エビ様、チョコミンありがとう。マジこちらこそだよ、毎日配信見てくれてありがとうって思ってる。アムトンさん、ありがとう。アイス、サム、アイス、ありがとう。いいなー、ラーメンね。うそ、27時間テレビ見て一睡もしていない、すごいやん。ごまさん、ありがとう。もう眠くてたまんないでしょ。コンタクト入れ始めるか。土駒さん、ありがとう。毎日継続チケットがあったとして、でそれでも一日中寝てしまって、それすら使えなかったらどうしようっていう。土駒さん、ムービングさん、アムトンさん、ありがとう。アイス、もう気づいたらもう翌日になってて、あれみたいな。アムトンさん、アリーさん、ありがとう。あれ、あ、配信、配信みたいな。ウケる。その時どうやって励ますか、脳内で大喜利。マジでおもろい、そこまで考えてくれてるの、ありがとう。いやマジそうよ、その時どうか、そう、どうするか。てかさ、ちょっと昨日ツイッター見て面白かったのがさ、命の歌フェスのさ舞台裏のさとこで指攻撃してんの、めっちゃおもろい。
ハムトンさん、しらすさんありがとう。100回見てくれてありがとう。そう、流行ってません。このあと芝さん、隼人さん、マッピーさんありがとう。流行ってません。ほんと落ち葉でほんと完璧。アムトンさんもありがとう。でもほんと STU で流行ってることって何って思うの、思わない？STU で流行ってることって何ですか？それは私だけか。カラコンについての情報供給、情報交換とか。ケンちゃんありがとう。学校みたいな質問、ほんと。あーさんありがとう。流行ってる？ね、学校みたいな質問ほんと。指攻撃やろ。アーサー、ミオさん、ありがとう。ツイートできた。いける。眠たい。ひできんさん、くにちゃん、ハムトンさんありがとう。おばさん、ひできんさん、ぼやっきーさん、ありがとう。指攻撃流行ってますってなんかさなんかさいや、めっちゃ面白いよ、この映像。
私がゆきりんさんのことについて真面目に語った後で、夢攻撃です。え、ぴょちゃんもさ、ノリノリでさ攻撃するってさ、ステージのギャップにキュン、めっちゃおもろいやん。これ編集が面白い。みおさん、ありがとう。確かにでも山口弁が混じる、いろんな方言が、広島弁にいろんな方言が微妙に混ざっているのか。めっちゃ面白い。三八さんありがとう。予備攻撃見た。これもなんか面白いよね。そう、これなんかさ、ひできんさん、けんちゃんありがとう。こういうさ、三八さんありがとう、ステージ裏のなんか取材みたいなやつでさ、なんかこういうの映りがちじゃん。でさ、なんかそういうこと、こういう指攻撃、まさに指攻撃とか言ってる人って大体なんか私は おかしな、もう面白い人やなみたいな感じ見てたら、まさか自分がこうなっちゃうとは。びっくり、テーペロリンチョって感じです。コンタクト入れるか。さとしさん、トトラありがとう。ね、ほんと真面目に指攻撃流行るよ。ケンちゃんもありがとう。指攻撃流行るよこれ。私のチャイムが今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、最後の花火に今年もなったな、何年経っても思い出してしまうな、なんてね、なんにゃにゃ、やばい、にゃ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 。ねえ、さらちゃんが本当に可愛い。うちの清水のサラちゃんが本当に可愛い。はい、じゃあちゃんと動くわ。マジで今日マジ暑いの、やばいやろ。佐藤のんすけさん、まことさん、かずさん、
がとらー、小型ペンギンさん、スノーカズさん、ありがとう。え、やってみようよ、握手会で。くにちゃん、けんちゃん、トトラー、ありがとう。みんなたくさん、なんでそんなに持ってるの。佐藤のんすけさん、ありがとう、たくさん。うん、指攻撃会、広重さん、ありがとう。今日は危険です、やばいやん、もうお家から出ちゃダメやわ。握手会で指攻撃するの。今日はもう食べたいな。ヨーグルト食べたいから、ちょっと今から準備頑張る。コンタクト入った。ほら、ミンミンちゃんがいい、泣きおるやねん。急な山口弁。ヨーグルトも何、クーリッシュ、ウポシャン、ウポシャン、ミラボ、ありがとう。ヒデさん、キハさん、ありがとう。私のミラーボールピカーン。セミちゃんめっちゃ元気。マジックさん、ひさまおじさん、ケンちゃん、足がチリパ帰りにあった、あのまだ土から出てきたばっかのセミに なってないセミの幼虫みたいな、抜け殻の中身がしっかり入ってるやつみたいなやつがさ、歩いて道路の方まで行きよったんやけどさ、あいつ元気かな。ちょっとすごい怖いこと言う。あいつ元気かな、引かれてなかったかな。ほんとあいつが、ほんと自転車が通るたびに振り返っては黒いその小さな影を確認して、うん、引かれてないってしながら帰って。トトラ、マジックさん、ウッポさん、ミラボー、トトラ、ユーナギさん、食パンです、みんなたくさん、ありがとう。クーリッシュも食べていい。え、なんかヨーグルトに混ぜたら美味しそう。なんかミルキーって感じ。タリマツンさん、ありがとう。抜け殻の中身が入ったやつ。本当。そんな日本語あってええんか。パウ君、ありがとう。昔の友達のように。響さん、ヤマピーさん、ありがとう。ええやつやったなーって。抜けてない、抜け殻の抜けてないやつ、抜けてないバージョン。今日はじゃあメイクは、こっちです。ただ日焼け止めだけ塗ろうかな。ハヤトさん、ありがとう。あいつ元気であってほしい。本当だよ。2に100星投げたら無料のアイスもらえるんで、全部これ無料？今みんなが投げてるやつ。え、無料だったらもうなんだ、安心するんだけど。でもそんなに投げてんの？じゃあ他の子にみんな欲しいね。日焼け止め大事だよね。私絶対この世の
おばあちゃんとは思えないってぐらい綺麗なおばあちゃん目指してるからマジで日焼け止めたっぷり。しっかり老化を食い止めていく。やめ猫坊主さんありがとう、あずささんもありがとう。カップのチョコミントイコール他の子のルーム行きまくり。おや？ショックかもね、早めのアンチエイジング。日焼け止めいつも塗っちゃうの、オーバジがないけメラノ CC にするわ。これも良さげよ。しかもいいいい、マイコルさんありがとうね。うーたくさん、あずささんありがとう。ういかわいいおばあちゃんになりたい。世界で一番かわいいおばあちゃんで特集されるおばあちゃんになりたい。ちょっと髪の毛をこう首まで塗るからさ。そう美魔女パウ君ありがとう、あずささん三八さんありがとう。チョコミンもらうためになかなか若のラーメン行ってた。あ本当？そう世界で一番かわいくて元気なおばあちゃん、そうそうなりたいんだよね。じゃあ塗っていくでやんす。三八さんありがとう。え、お買い物行ってらっしゃい。プリン買ってきて。三八さんありがとう。夏休みの私や、まあ、一緒に私はママとお買い物に来よったの。絶対アイス買いよった。懐かしい。確かに、あ、梅雨明けしたけ洗濯物はこれからは一瞬で乾くか。めっちゃ嬉しい、マジ夏のいいところ。え、じゃあさ、シーツさ洗濯しようや。大出張から帰ってきたら先延ばし。アンディさんありがとう、ウッポさんありがとう。マジ浴室乾燥人生終わる、嬉しい。アンディさんウッポさんありがとう。ウケる、推しの子転生するって。リコチがおばあちゃんになってる時には可愛い孫に転生。推しの子転生。ムービングさんありがとう。あ、ジーチローのプリンが美味しかったって話したよね。プリンどっちも好き、固めも柔らかめも。卵感強くてもミルク感強くても、ヤッホー、うん、これで OK。 はやけ止め塗れた。私日焼け止めのことはやけ止めって呼ぶのハマってる。なぜかというと韓国人の YouTube の人がそうやって呼んでたんだよ。それがなんかもうずっとキャッチーすぎてずっとそれ真似しちゃう。ルチ君ありがとう。よし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 、え、そう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 、写真集の、そうそうそう、お風
フショットに上がってた。ご朱印くんさん、エリーチカちゃん、ルチくん、ありがとう。たくさん。じゃあ、日焼け止め塗ったし、ピューさんありがとう。プリン作ってみればと思ってさ、そうプリンさ、この前さ実家に帰った時にさ、よし作ろうとか思ってたけどさ、なんか卵がなくて作れんかった。スノーカラーさんありがとう。ご朱印くんさんありがとう。もうメイクはあっちでやるってことに決めた。じゃあ今から前髪ドライヤーしてきてもいい？私ね、前髪ねドライヤーでしか復活できんのよね。どうぞ。シャス。マジお洗濯いっぱいしたい。カラさん、スノー、アンディさん、ご朱印くんさん、ありがとう。あと新しいお水も持ってくる。もう爆飲み。半分ずつしか入ってなかったけど、こことか。ご朱印さん、アンディさん、ありがとう。私あと、あ、なんか急に今爆飲みで思い出す。またちょっと後で話してみたいことがある。こんな大人になりたいって話。ラインボンさんありがとう。ちょっと行ってくれでやんす。前髪ができた。最後の花火にどうしようなったな。ただいま。お水持ってくるの忘れた。
回収行った。動画撮ってるよ。爆飲みの話しようよ。待て、どこまで読んだっけ。ここだ。ここら辺かな。ラインモンさん、アンディさん、スノー、カラさん、渡辺さん、渡辺さん、マジックさん、ウッポさん、パウくん、トトラー、小型ペンギンさん、キアさん、トリガーさん、ウッポさん、ミラボ、マジックさん、キアさん、コウトキさん、スノー、ヨイチーさん、カラさん、トトラー、サム、ダイランさん、ホンコン、アンディさん、ありがとうございます。くるくるも聞くってめっちゃ好きなんだって。そうでさ、いつかお酒を爆飲みしてみたいっていう話。私あんまり飲んだことがないんですよ。でいっぱい飲んだこともないんですよ。やけいつか試してみたい。渡辺さん、ありがとう。アイスめっちゃ試してみたい。ゆうたんさん、渡辺さん、やろう。そうやけ、実家とか帰った時にさ、してみようかなとか思っちゃったり、嬉しいね、思っちゃったり。ストレートアイロンで寝癖だけ取っちゃったら、寝癖というか、まあ、いつも髪の毛サラサラ。爆飲みハージ気持ちいいの？いける。ムービングさん、ありがとう。酒飲んだらどうなるか知らないんですよね。ふわふわするしかない。でもあのふわふわ感が心地いい時と心地よくない時わかんないけど、分からん。どうなんだろう、心地いいのかな。なんかさ、太らんお酒って何回ね、太らんのが何回ね。トラッキーさん、ありがとう。ムービングさん、ありがとう。蒸留酒があれなの、結局おつまみで太るやつ。え、そうなんよ。なんかさ、お酒は飲むと太るみたいな言われてるけど、何が一番太るの。太らんお酒はないんか。本格焼酎が、え、あ、そうなん。
おつ類、ハイボールやウイスあハイボールか、なるほどね。アンチエイジングにはそうなの？やばいじゃん。確かにマヒナ先生に聞くしか。酒はない。飲みすぎちゃうし、いっぱい食べちゃうから。あ、そういうことね。確かにロケで確かにクラフトビール飲んだな。ね、限界知りたい自分の。うん、サラサラになりました。おはっこりー、お腹すいた。焼き芋食べよう。ポクレンパサラさん、ハートありがとう。そしたら家出る。やばい、でも時間ない。ある、めっちゃある。いや、ない。これパサラさんありがとう、ハート。シューンさんもチョコミンありがとう。新聞記者のともえさんチョコミンありがとう。へえ、顔赤くなる人は弱いの。へえ、トラッキーさん、ともや、おやっきーさん、NRR0022 さん、はやとさん、マジポーズありがとう。
ンさん、渡辺さん、ありがとう。トラッキーさんもありがとう。じゃあちょっと準備してくるね。ねアホ毛がさピーって言った。ねえどうしよう、外灼熱なの？やだー、行きたくないよ。外出たくないな。昨日食べ損ねた焼き芋食べないと。最後の花火に今年もなったな。何年経っても思い出してしまうな。ないかな。ガオ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 。サンダルで行きたいけど。スニーカーだね。目がむくんでるんだよ。ワンちゃんのお散歩確かに。マジで絶対ワンちゃんのお散歩はアスファルトがマジ熱いだろうから肉球がさ、ほらワンちゃんの肉球も守らない。ワンワンお散歩。じゃあ朝ごはんタイムね。ウケる。ウッポさんミラボありがとう。トトラコンコンキアさんマジックさんウッポさんありがとう。そう昨日ね、そう一昨日家も買ったんだけど、昨日食べようとしたけど食べれなくて。トラッキーさんありがとう。あー夏も焼き芋売ってくれるの嬉しい。
キラキラ、ありがとうね。キラキラ日差しを浴びてね。え、絶対そうだよ。ヨーグルトも食べたい。シナモンパウダー持ってない。サブ、キラキラで連想する曲、うん、キラキラ日差しを浴びて、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら、ただいま。え、黒い帽子と白い帽子どっちがいいの？日傘しか勝たんよね。ハリーマジックさん、ヤスさんトトラウッポさん、ミラボありがとう。ヤスさんオイルサーディンさん、トリガーさん、ミツさん、ハリーさんトトラ、カーボーさん、響きちゃんありがとう。そう、冷やし焼き芋大好き、マジ。うわ、アイスボックスに入れたいの。確かに京丹さん、鍋さんありがとう。おはようグルト。あ、白なんだ。バカにされた。そりゃ白でしょ。知らないよ、人生まだ22年しか生きてないんだし。なるほどね、黒は熱を吸収しやすい。焼き芋を開ける時の音。はい、モスコルさんありがとう。え、そうなんだ。てか、あんなに眠かったのが嘘かのように目覚めてる。うん、ふん、クリームソーダ、クリームソーダ、え、いただきますって私言ってない。いただきます。クリームソーダ作って、ここにいるよ。顔出し NG。 モスコルさんありがとう。シゲピーさんありがとう。 UV カットなら、え、そうなんよ、 UV カットなら黒のが強くない？スノー、ハリーさん、シゲピさん、ありがとう。マジ、私ヨーグルトがこの世の朝ごはんの中で一番好き。うん、ヤミー&ヤミー。スノー、ケンちゃんありがとう。カズさん、うまー、ありがとう。あん、え、今日好きなものランキング、うーん、3位と4位じゃん。
確かに妙な組み合わせ。試してみて。確かに健康的だわ。てかさ、この前さ鶏肉焼いたんだけどさ、普通に塩コショウで味付けしたのね。ホリニシのスパイス入れたらよかった。ハリーありがとう。じゃあ焼き芋思ったよりかなり芋ハリーさん、ケンちゃんありがとう。見てこの、うん、これ当たり芋です。当たりお芋、当たりお芋ご機嫌で草ご機嫌。ホリニシのスパイスね、美味しい。スノー、うま、ありがとう。いただきます。新鮮でしょ。マサさん、オリちゃんち、マシャさんありがとう、クワトリさんもありがとう。え、超大当たり。これなんか甘くてトロトロしててパサパサしてなくて激うま。今日一日頑張れるかも。ん？チョコミントありがとう。チョコミント当たりよ。当たってる。ねっとり食感の、え、わかる。ねっとりが好き。ねっとりしか勝たん。今日めっちゃ頑張れるわ。モビさんありがとう。アイスケンちゃんハートありがとう。トトラかわいい、ありがとう。タッキーさん、チョコミンありがとう。低温で時間かけて焼くとそうなる。なんかさ、お芋のさ、めっちゃもう焼き芋なんちゃら専門店みたいな、焼き芋専門店のお芋めっちゃ好きだった私。うん、モリヘル行くわ。
超ご機嫌。あーでも寒くなってきた。いや外出たらガチ暑くてびっくりするから大丈夫だよね。ご機嫌になれるよ。ハリーさん、平成天狗さん、ありがとう。チョコミン、チョコミン、チョコミン。あ、江田島の私もホクホク、間違えた、テクテクのさつまいも本舗めっちゃ好き。皮の部分も好きだよ、焼き芋。どうしよっかな、一気に食べるか、ちょっとお役目直前にまた食べるか。お役目直前にまた食べるにしよう。ハリーさん、平成天狗さん、ケンちゃん、ありがとう。大事な大事なエネルギーだから、ちょっとラップで包んで持っていこう。やばいやん、言うて私カバン作ってないけさ。そう、少し楽しみを残しておく。スノーありがとう。マックな、マックラップ、時間よきよき、じゃん。半分はちょっと楽しみ残しておこうということで、せーの、ごちそうさまでした。確かにキッチンペーパーとかの方がいいんか、べちゃべちゃにならんとか。確かに大きい。でもさ、割とあれだよ、小ぶりだと思ってた。パイナッシュのジップロック、今日お家帰ってきたら堀西のスパイスで お肉で焼く。寒い。わやー、ハリーさんパチパチありがとう。サイゾイさんもハートあり。じゃあ行ってくるでやんすね。ちょっと準備準備、カバン職人してない。アンビリーバボーでしょ。英語多用。これでいいかしら。そう、まだ終わってなかったの。よし、これでよき。ほんじゃあ終わろうかね。すぐ終わった、カバン職人。ほんじゃあ終わろうかね。焼き芋とプリンにする、いいじゃん。
焼き芋プリンは梅雨明けたから最高。うへー、こそんな暑いの。いや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 。だだこね子供。行ってくる。みんなを、みんなをもっと笑顔にする活動をしてくるよ。みつるんファイトありがとう。ファイトする。サム、サノマルママ、チョコミンありがとう。順調よ、超順調。ひびきちゃん、しばっちさんありがとう。熱中症気をつけようね。ようくん、チョコミンありがとう。お財布、お財布入ってるよ。えい、入ってた。ん、えー、浴衣買いに行くの。いいな。何色にしたか教えてね。コンコンありがとう。チョコミ、今日は10時で終わるからね。あ、オッケーオッケーオッケー。10時までに配信できるように努めます。お家帰ってダラダラしなかったらできると思うので。うん、カズさんファイト、のりみおさんファイト、ありがとう。ファイトする、応援してるね。じゃあ30キョイから梅干し買いたいな。なんか梅ってなんか良い。なんか良い。おりちゃんち、サム、おへそさん、あー変わった、もう一回よ、もう一回。おへそさん、チョリガーさん、小型ペンギンさん、ロムさん、エリーチカちゃん、ヨウくん、ナベさん、ムービングさん、タッキーチ、ヤスさん、ボヤッキーさん、サム、クニちゃん、コンコン、カツリンさん、カーくん、カズさん、カラさん、キアさん、おひさもじさん、マシャさん、アズサさん、サンパチさん、アンディさん、トトラー、土駒さん、ケイトさん、マジックさん、タリマツンさん、トラッキーさん、スノー、渡辺さん、ご朱印くんさん、そして本日の秋元先生枠は佐藤直介先生です。ありがとうございます。アムトンさん、ヒデキンさん、ありがとうございます。そして本日のベルヘンチェンジ第3位はマイコルさんでした。マイコルさんありがとう。第2位はハリーさんでした。ハリーさんありがとう。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさんありがとう。ありがとう。トトラファイトありがとう。ね、夏梅干しいいよね。ね、クエン酸で疲労回復効果あるよね。平成天狗さんありがとね。ポカリスエットがやっぱ最強。ゴッド。あはは、裏チリバ聞いてくれたんだ。またじゃあ教えるね。いや、教えられないから内緒だよ。裏チリバありがとう、聞いてくれて。梅干しパチパチ、みんな。ハリーさん、チョコミありがとう。じゃあ気をつけて行ってきます。今日も配信見てくれてありがとうね。じゃあ行ってきます。それではみんなの健闘を祈っています。せーの、えいえい、おー、健やかに。みんなまたね。みんな今日の日曜日はお休みじゃない人もお休みの人も健やかに。ハヤトさん、ハートありがとう。にゃんねー。左手でするの珍しい。マジ？だってこっちになったらこうちょっとなんか斜めになるんよ、私がこうこう。にゃんねー。メール送るね、また後で。にゃんこー、にゃんにゃんこー。